今回は、非常識な行動で、友人から絶縁される報告者の2本立て。一言謝ることすらできない、とんでもなくヤバい人たちが登場します。最後までゆっくりご覧ください。1本目は、こたつをつけたらなぜか家を追い出された、と嘆くヤバい女が登場です。視聴者の皆様、こんにちは。今回はこたつをつけただけなのに、なぜか家から出ていくように言われた、と嘆くイッチのお話です。それでは、ご覧ください。すみません、お時間ありますか？できれば話を聞いてほしいんですけど。話ってすれたいの通り？はい、こたつをつけたら家から出ていくように言われたんです。どんな考え方をしたら、そんなことができるのかわからなくて。こたつが壊れて漏電してたとか？いえ、年季は入ってますが、まだまだ健在です。何より今年に入ってからも使用していますから。じゃあなんだろう。一致がこたつに入って全然動かないからかな？親がさすがに業を煮やして、こたつごと家から追い出したんでしょ。私もう社会人ですよ。バカにしないでください。というか、親って何の話してるんですか？だって一致、家から追い出されたんでしょ？親に言われたんじゃないの？じゃあ旦那とか？旦那なんていませんよ。女性が皆結婚を望むものだと思っているなら、大きな勘違いですからね。じゃあ誰に追い出されるの？実は一致は猫とか？自分でスイッチ入れてぬくぬくする猫かわいい。今必死でタイピングしてること考えたら、身も代するかわいさだな。すみません、普通に人間で、追い出されたのは友達の家ですよ。友達の家？ああ、出てけって言われたってことか。そして一致は猫じゃないのか、残念。私、真面目に悩んでるんですよ。ふざけるのやめてもらえますか？ごめんごめん、じゃあ一致は友達の家でこたつつけたら、追い出されたってこと？その通りです。寒い日だったし良かれと思って、その程度で人を寒空の元放り出すような人だとは、思ってもいませんでした。ちなみに一致はつける許可は友達から取ったのかな？いえ、それは取っていません。そこは私の落ち度かもしれませんが。でもさ、友達の家だろ？なんかぶっ壊したわけでもないんだし、その程度で目くじら立てる。その友達が異常だろ。確かにね、その友達が少し変わった人な気がする。ただ、今言われたみたいに私にも非があったのかも。皆さんは中立な立場で判断してご意見くれませんか？そうだね、まあきっとそれでも友達の器がちっちゃいのが問題だと思うけど、一致のこととか、その友達のこととかもう少し詳しく聞かせてよ。一致は結婚してない女性なんだよな。どうしてですか？何が？どうして結婚してないって言葉を前につけるんですか？ああ、それはたださっきの情報を整理しただけで。でも、その言葉で嫌な思いをする人もいるんですよ。ごめんごめん、一致は結婚にコンプレックスでもあるのかな？そんなものありませんよ。私には推しがいるから、結婚願望がそもそもないんです。推し活女子か、いいね好きなものがあるのは。はい、私好きな役者がいて、よく舞台も見に行くんです。いわゆる、2.5 次元俳優なんですけど。うわぁ、なんかオタクっぽいな。でさ、偏見の塊。多様性が言われる中で人の趣味を否定する人は万死に値しますね。言い過ぎ一致。でもまあ、何を推すのも個人の自由だよね。ほんとですよ、大して知りもしないくせに。まあまあ、つまり一致はお仕事に忙しい女性ってことだね。社会人って言ってたから働いてはいるんだよね。はい、役所に勤める30代の女です。さっき言ってた友達っていうのは、学生時代の友達？職場の人？職場の人です。今年度移動してきて、同じ部署になって、席も機会のと年齢も同じくらいに感じたからですかね。昼食に誘ってくれたんです。私、基本的に友達全然いないから、すごく嬉しかったんですよ。あれ、おた友とかいないの？私は推しを一人と飛びたいので、基本同担拒否ですしね。やべ、一致が何言ってんのか全然わかんねえ。ネクラなぼっちオタクだよ、まとめると。何その悪意に満ちたまとめ、切り抜き以下のクオリティ。話それてるから、戻そっか。それでその友達と仲良くなってったんだよね。はい、その子は結婚してるんですけど、全然趣味がないらしくて。趣味は育児みたいな、ほんとかわいそうですよね。だから、私の好きな作品とか舞台とか俳優とか、教えてあげたんです。なんか迷惑そうな布教活動だな。育児が趣味なのも決してかわいそうではないしね。かわいそうですよ。旦那と子供の奴隷ですよね、主婦って。だから、いつも楽しそうに推しの話聞いてましたよ。DVD 貸したら、すぐに見てコメントくれてましたし、いわば親友のような関係だったんです。
そんな親友なのに、こたつつけただけで怒るって、やばくね？はい、その子が怒ったところは初めて見ました。じゃあよっぽどのことだよな。その日のことをもう少し聞かせてほしいかも。確かにその日の話をすべきですね。その日は休日だったんですが、その友達の家に遊びに行くことにしたんです。ちょうど最新の舞台 DVD が届いたので、その子も見ただろうなって思ったし。だから、レンタカーを借りて友達の家に行くことにしたんです。レンタカー？ DVD 見た後どっか二人で出かけるつもりだったの？その日はこたつを運ばなきゃいけなかったんですよ。だから初めて軽トラを運転しました。案外簡単でしたけどね。こたつを運ぶ？どういうこと？私のこたつを友達の家に運ぶってことです。わかりませんか？ん？友達の家に？なんで？プレゼントに決まってるじゃないですか。友達の家にはこたつないって言ってたから、あげようと思って。友達が欲しいって言ってたの？はい、私がこたつに潜って DVD 見てるって言ったら、いいなーって。いいなーか、欲しいとは言われてないの？その子の家は、床暖房があるらしいです。あと、旦那はインテリアコーディネーターをしてるらしくて。だから、部屋の家具とかデザインはすべて旦那が決めるそうなんですね。それで、こたつとかいいなーって言っていました。それ、ちょっと意味合い違くない？意味合いって何がですか？多分、友達の家はおしゃれな家なんでしょ。はい、入れてもらったら、なんかモデルハウスみたいでした。だから、こたつって存在はいいとは思ってるけど、インテリアに似つかわしくないと思ってるんだよ。別にその友達も、こたつ程度は普通に買えるだろうしな。何それ、紛らわし。なんでそんな言い方するんですかね。あれ？つまり友人の家にこたつはなかったってこと？初めに言ってたこたつつけるって。待って待って、ねえ、スレタイのこたつつけるってそういうこと。おお、どうしたんだよ、話が飲み込めないぞ。イッチさあ、友達の家に自分のこたつを取り付けようとしたの？はい、最初からずっと言ってるじゃないですか。こたつつけようとしたら、追い出されたって。わかんねえよ、ウミガメのスープかよ。なんという叙述トリック、イッチはミステリー作家？何言ってるんですか、意味わかんないんですけど。ちょっと整理させて、イッチは友達の家にこたつを取り付けようと、軽トラで向かった。しかも、年季入ってるって、最初に言ってたよな。さらに、無許可で、それはあげるとかじゃなくて、廃棄物の不法投棄。それで、友達と揉めたってこと？悪意のある言い方やめてください。こたついいなーって言うから、わざわざ車レンタルまでして届けてあげたのに。でも、友達と揉めたんだろ？拒否されたからじゃないのか？それはまあ、そうですけど。友達はどんな反応だったんだよ。はじめはとりあえず驚いてました。当たり前だろ。玄関の扉開いたらこたつ積んだ軽トラに乗ったイッチがいるんだろ。史上最悪のサプライズ。わかってないですね。それも驚いてましたけど、どっちかといえば急に家に来たことに驚いてましたけど。急に？約束してたんじゃないの？はい、約束してましたよ。でも急にって友達は言ってんじゃん、わけわかんねえよ。だから、その前日に新しい DVD が届いたってその子に話して、今度見せてねって言われたんです。だから、友達だって早く見たいんだから、その次の日にすぐに持って行ったんです。いやいや、これが約束ってこと？はい、見せてって言うから、すぐに持って行って。しかも、こたつまであげようとしてるのに、なんで喜ぶどころか、怒られないといけないんですか？怖いよイッチ、じゃあこたつだけじゃなくて、訪問も無許可だったんだ。親友ですよ。同じ趣味を持つ。いちいち許可なんて必要ないですよね。でもさ、電話の一本くらい入れるとか。だって連絡先知らないんだから、仕方ないじゃないですか。親友なのに連絡先知らないの？毎日職場で顔を合わせますからね。別に不必要ですもん。まあそうだけどさ、それで驚いた友達は、その後なんて？はじめは優しい口調だったんですけどね、どんどん言い方がきつくなっていって、私が実際にこたつを家のリビングまで持っていこうとしたら、最後には怒鳴ってきたんです。そんな汚いこたつなんていらないから、今すぐ持って帰ってって、ひどすぎますよ。せっかくの休日、二人でこたつに入って楽しく過ごそうとしている親友に向かって、あんな言い方するような女だなんて、思いもしなかった。許せない。そうしてイッチは汚いこたつを、再び自宅に運び直したというわけだ。汚いって何ですか？どこが汚いのよ、大切に使ってきたのに。どれくらい使ってるこたつなの？社会人になってからだから、もう8年以上です。二
布団代わりに毎日そこで寝てるのに、それを汚いって言うなんて、人のものをそんな風に言うの、信じられない。ええー、そこで寝てるの大げえ。なんかエッチのいろんなものが染みついてそう。人の使ったこたつとか絶対嫌だわ。飯とかもそこで食ってんだろ。当たり前ですよね。机代わりでもあるんだから。もはやエッチの体の一部じゃん。キモー。うざいうざいうざい。キモいのはあんたでしょ。まあまあ、それくらい大切なこたつがまた手元に来たんだからさ。結果オーライって思えばいいじゃん。は？何がですか？捨てましたけど、そのこたつ。なんで？だって、今年新しいこたつ買ったんですよ。こたつは二つもいらないですよね。あなたの家は、こたつ二つ使ってるんですか？いや、そうじゃないけど、一致は友達にあげるために、新しく買ったってこと？買ったのはもっと前ですよ。そろそろ新しくしようと思ってたので。じゃあ一致はいらなくなったこたつを、友達にあげようとしたの？ボケで言ったけど、マジで不法投棄だった。違いますよ。捨てるつもりだったけど、親友が欲しいって言うからあげたんです。言ってないよ、親友は欲しいって言ってないよ。直接やり取りした私には分かったんですよ。親友だから本当の気持ちが。親友でもないよ、そして断られてもいるよ。本当なんなの。どうして、どうしてそうやって私がいつも言われなきゃいけないの。いつもよ、いつも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 。怖い怖い、一致壊れちゃった。いつもこう。友達できたと思ってもすぐにみんな裏切って、せっかく親友になってあげたのに、なんなのあの女。多分その人はイッチのこと友達だと思ってないと思うけど。何が？推しの話とかこたつの話とか、仕方なくイッチに合わせてくれてたんだよきっと。ご飯に誘われたのも、最初だけだろどうせ。私から誘ってましたからね。それからは、昼休みになったら、すぐにその子のところに行ってあげて、声かけてたんです。やば、動きがストーカーのそれだな。違いますけど、友達も喜んでましたけど、話を楽しそうに聞いてたんですけど。ああ、イッチの中ではそうなんだろうな。そうやって人を異常者扱い、異常者はあなたたちでしょ。こんなスレで、人のことぐちぐち言って、私と親友のこと、何もわかってないくせに。やばい、俺その同僚のこと心配になってきちゃった。親友って言ったりあの女って言ったり、情緒がやばいよね。通報案件かもな。なあ、一致勤め先教えろよ。あんたたちなんかに教えるわけないでしょ。気持ち悪い。もういいです。これは私と親友の問題だから、自分で何とかします。そうして反省をしない一致は、スレミンの言葉にも耳を傾けることをしませんでした。そして、一致はそのスレから姿を消したのです。しかし、それから数日ほど経った頃、また一致がスレ立てをしました。あれから果たして一致はどうなったのか。気になるスレミンたちは、一旦そこを覗きに行くことにしました。前にスレ立てしたものです。覚えてる人いますかね？あの、こたつつけたら家を追い出されたってスレなんですけど。覚えてるよ、かなりホラーだったもん。そうだな、どこの役所にいるのか本気で調べそうになったくらいだ。よかったです、見バレしなくて。それで今日は何しに来たの？私たちもこたつはいらないよ。そんなことわかってます。今日は相談があってきたんです。こたつの処分方法なら、まず粗大ゴミのシールを買って。だから、こたつはもういいから、黙って話聞いてくださいよ。怖、呪われそう。みんなさ、とりあえず話くらいは聞いてあげようよ。一致は何を相談したいの？なんか面倒なことになっちゃって、なんで私がこんな目に遭わないといけないんだろ。だから、何があったの？なんか職場で自宅待機って命令がされちゃって。謹慎処分ってことか？今度は何を不法投棄しようとしたんだ？一度もしたことないですって。個人情報の取り扱い的に問題があるって言われたんです。USB の紛失とか？違います。前に話した女いたじゃないですか。女って、一致の自称親友の？親友なんてやめてください。気持ち悪い。誰があんな女と友達なんか。ええ、一致が言ってたのに。まあいいや。それで、その女が私のこと上司に聞くったんです。ああ、こたつを家まで持ってこられたって？確かにそれはバレたらちょっと問題にはなりそうだけど。でも、一致さっき個人情報の問題って言ってたよな。はい、私がその女の住所を知ってることを、上司に伝えたんです。なんでそれが問題なの？まさかだけど、本人から直接聞いたわけじゃないの一致。はい、だってその時は親友だと思ってたから。遊びに行くこともあると思ったし、贈り物したりもするかなって。
そうじゃなくてさ、じゃあどうやってイッチはその人の住所を知ったの？得意のストーキングで家までつけたんだろ。その女が休みの日があったんですけど、その日の昼休みに部署内が空になったんです。聞くのも怖いけど、それで？デスクの引き出し覗いたら、自宅住所の書かれた封筒があったんです。だから、それを写真に撮りました。想像より犯罪行為だった。イッチはいつも俺たちの予想を超えてくれるな。だから、その時は親友だと思ってたんですって。それがどうしたの？仲のいい友達だったら、引き出しくらい開けることありますよね。友達ってそういうものでしょ？イッチはぼっちだからわからないと思うけど、普通は無断で人の引き出し開けたりしないんだよ。仮に友達だとしても。しかも、その人からしたらイッチのこと友達って、絶対に思ってないしな。それに写真まで撮って、そりゃアウトだわ。じゃあさ、イッチはこたつ持ってった日が、初めてその人の家に行った日だったの？はい、何度も家に遊びに行く約束してもいなかったり、断られたりしてたから。本当に約束してたの？はい、明日何してるのって聞いたら、家にいるかなって答えられて。これが約束？そりゃそうでしょ。遊びに誘ったら家って答えたんだから。俺の目には約束に見えないんだが、俺がおかしいのか？おかしいのはイッチの頭だから安心して。私の何が？は？だって、その約束して家に行ってもいなかったんだろ？はい、その時から白状だなとは思ってました。その後謝っても来ないし、他の日に誘ったら断ることもあるし。約束が成立してないってことだよ。イッチがおかしいってわかるだろ？何が？おかしいのはあの女でしょ。どうして私がおかしいことになるのよ。ああ、そうだね。とりあえず続けようか。そのこたつの日に初めて、その人の家に入ることができたんだね。ようやくって感じでしたよ、本当に。うわぁ、その人が驚いてた。本当の理由がわかったな。完全にホラー映画だよこれ。なんです？何がわかったんです？その友達からしたらさ、自分に付きまとう同僚が、ある日急に家に来たんだよ。住所は教えてないはずなのに、なぜかな。しかも、こたつを軽トラに乗せて運んできて、それを勝手に家の中に持ち込もうとしてくるんだ。おしゃれなインテリアに全く似合わない、ボロボロのこたつをな。想像しただけで、なあイッチ、怖すぎると思わないか？それはあなたたちが、偏見に満ちた切り取り方するからでしょ。仲のいい親友が、欲しいって言ってたこたつを、サプライズでプレゼントしてくれた。しかも、ずっと大切に使ってきたやつをわざわざレンタカーしてまで。こうでしょ、これが正しい切り抜きでしょ。それが正しい切り抜きならさ、イッチは上司に呼ばれることもなかったんじゃないかな？それはあの女が、変な伝え方したからでしょ。つまりその人目線では、やっぱり迷惑かつホラーだったってことだね。それは、違いますよ。違う、絶対に違うから。ああでもイッチ謹慎か、この後どうなるんだろうな。内容的には、いろいろまずいだろうな。勝手に人の私物を漁って個人情報取得して、いらないものを押し付けに行ってるわけだから。減給か停職か、下手すや免職かもな。なんで、どうして私がそんな目に。おかしいですって、その親友のためにやってあげたのに。私にとって、親友は大切だから。どうしましょう、クビになったら私その子と友達でいられなくなりますよ。イッチ、さっきまであの女って言ってたよな。もしかしたら本物のアレな人かも。ちょっと私スレ離れようかな。なんでそんなこと言うんですか。私このスレの人しか頼れないのに、信じてたのに。怖い怖い、こたつ届けられる前に早く避難しようぜ。何？ねえ何が悪かったの？ああ、こたつでしょ。あのこたつが悪かったのよきっと。いや、絶対そう。イッチ、どうした急に、こたつが悪い？あのこたつ、気持ち悪いと思ってたんですよ。なんて言うんですか、なんか運気が悪くなるというか。部屋にあると、空気が淀むんですよあれがあると。イッチが掃除しないから、ただ周期を放ってただけでは？色だって、くすんでて、だから悪いんだ。くすんでんのも自分のせいだろ、よだれでも垂らしたんだろ。違う、今回のことは全部あのこたつのせいだ。でも大丈夫、私新しいこたつを買ったから。あんなこたつはもうとっくに、ぐしゃぐしゃに壊されてるはず。だから大丈夫、もう私は大丈夫。これほど大丈夫じゃない大丈夫、初めて見たよ。大丈夫ですよ、もう大丈夫ですありがとうございました。多分、親友もあのこたつだから嫌だったんでしょうね。私が新しく買ったのと、同じやつをプレゼントします。親友だから、
同じの使わないと。おいおい、待て待て、エッチ、何しようとしてんだ。プレゼントですよ、サプライズで。早く注文しないとなくなっちゃいますね。そうなったら困っちゃいますよ。同じやつじゃないと、絶対にダメですからね。急がないと。おい、エッチ、それ以上やると、本当に首どころか、警察沙汰だぞ。おい、聞いてるか、エッチ。エッチ、返事してー。やばいな、近々テレビに出るかもしれんね。恐怖、こたつ送りつけ女。って。うん、とりあえず毎日のニュースに期待だね。こうしてエッチはスレを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？ぜひコメント欄でご意見お願いします。2本目は、チーズグラタンを食べたら怒られました、と嘆くヤバい女が登場です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は旅行先でチーズグラタンを食べたら怒られた、と嘆くエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。意味がわからないです。もう私、頭ぐちゃぐちゃです。どうして旅行先でチーズグラタンを食べただけで絶交されなくちゃならないんでしょうか？なんかすごい荒れてるね。チーズグラタン、絶交とどうつながるのかしら？チーズグラタンは嫁と子供が好きだな。俺は食べてる家族の顔を見てると楽しくなるけど。家族持ち目、と言っても俺もチーズグラタンは好きだな。まあ、コンビニのだけどさ。そうでしょう？チーズグラタンは美味しいんです。特にこれからの季節、熱々のソースがトロッとしているグラタンはもう定期的に食べたくなりますよね。うん、チーズグラタン愛はよくわかった。だけどなんで旅先で絶交につながるのかよくわからないから、一気に起こったことを説明してほしいな。あ、そうでしたね。はい。私は30歳のごくごく普通の主婦です。一方、友人たちは仕事が大好きな人ばかりで、結婚してない人も多く。今回旅行に行った A 子と B 美もそうなんです。私たち、学生の頃から旅行好きで、よく3人で旅行に出かけてたんですよ。旅行が趣味、いいなぁ。俺には縁がないな。人混みは苦手だからさ。俺はよく昔行ったなぁ。一人旅だったけど、バイクを通して広がる人の輪とか楽しかったなぁ。そうなんです。旅行はいいですよ。ただ今回、そこでちょっとしたトラブルが起こっちゃって。トラブル？私たち今回、京都に行ったんです。ああ、秋の京都、いいわねー。昔私も行ったけど、秋の嵐山とか紅葉もそろそろ見頃じゃない？俺は昔、修学旅行で坂道の多いところで転んだことがあってさ、それ以来、京都は苦手なんだよな。お前そんなこと言ったら神戸とか長崎とか坂の町は絶対行けないだろ。だからインドアなんだよ。悪いか？あ、でもそれなんですよ。え？坂道で転んじゃったんです。A子が。ああ、それは災難だったねー。大丈夫だった？ A子さん。はい。歩きやすい靴のはずだったんですけど、坂を降りるときに何かの拍子で踏み外して、ずるっと転げ落ちちゃって。それで膝のあたりを思いっきりすりむくし足首はひねるし。痛い痛い痛い、想像しちゃったじゃないの。あ、じゃあやめますか？もっと痛そうな話になりますが。いや、そこが大事なら続けてくれよ。そうそう。アスファルトでもコンクリートでもそういうとこで転ぶと痛いんだよな。しかも転げ落ちたなんて。そうなんです。私たちも驚いて、B美がすぐに駆け寄ったんです。ちなみにそこの坂はコンクリートでした。うわぁ。痛そうに起き上がる A 子なんですが、ストッキングも思いっきり破れて、その下に大きな擦り傷ができてまして、慌てて B 美は持っていたアルコールウェットティッシュを取り出して傷に当ててましたよ。あと、膝のあたりも赤くなってたから結構強烈にぶつけたんだと思います。うわぁ、すごいそれ、想像つく。ストッキング破れたほどって、相当こすってるわよね。アルコール除菌とか持つご時世でよかったなぁ。傷ができたら、まず洗い流すのがいいんだけどない時にはアルコールスプレーでもいいし。A子は染みて痛がってましたけどね。で、B美は私に言ったんですよ。マップを見たらすぐ下にコンビニがあるから、そこで傷薬と絆創膏を買ってきてくれって、そう言って私2000円取り出して渡したんですよ。荷物は見てるから、と。そこで私は降りていったんです。パッと何でもできる B 美すげえな。そうよねー。できればストッキングの替えにソックスも欲しいところだけどあえて最低限のものを頼んだのね。私も慌てて坂を上り下りして、コンビニまで往復したんですよ。ところがそこで B 美、怒り出しちゃって、怒った？なんで？実は私、そこで絆創膏の代わりにチーズグラタンを買ってしまったんですよね。はぁ？何やってるんだよ、イッチ。
いえいえ、私もちゃんと当初は傷薬とか売ってるところを見てたんですよ。なのに店内放送で、新発売の熱々のチーズグラタン、って言い出したんですよ。そうしたら私の足が自動的に、ふらふら、と反対側のコーナーへ行ってしまって。おい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 、まさかそれで買ってしまったっていうのかよ。そうなんです。なんでそうなるんだよ。いやその、見たらチーズグラタンは400円ちょっとだったんです。傷薬が500円くらい。絆創膏が300円くらい。手の中にあるのは1000円札1枚。と思ったら、いつの間にか私は傷薬とチーズグラタンを持ってレジにいたんですよ。いたんですよ、じゃねえよ。どこがどうなってそうなるんだよ。だってチーズグラタンは新作だったし、買える値段だったし、温めますか？と聞かれたからもちろんはい、と答えて。そしたら手渡してくれた時にはあのいい香りがするんですよ。やっぱりこういうのって出会い物じゃないですか。いやいやいや、なんで友人の怪我対策でやってきてそんなもの買ってるんだってこと？チーズグラタンは後でも買えるだろ。え？そういうのは実際その場にいないから言えるんですよ。コンビニのあの誘惑する包装にチーズグラタンって単語が入っていた時点でそうなる運命だったんです。で、そのまま戻ったってわけ？はい。ともかく傷薬はあるからいいかな。で、それで坂道に戻ったらビーミは、二つレジ袋持ってる私を見て顔をしかめたんですよね。それで私が傷薬を出した時に、絆創膏は？ってもう一つのレジ袋を見ながら尋ねてきたんですよ。ほうほう。そこでごめん、すごく美味しそうだったからこれ買っちゃったって私はチーズグラタンを見せました。そうしたらビーミ、何考えてるの？ってもう怒りに怒って。当然だろ。いや、だって傷薬があればとりあえず大丈夫でしょう？それにコンビニで売ってた絆創膏はみんな幅が狭くて傷を覆ってしまえるかもわからなかったし。だったらガーゼとか代わりになるものを買えばいいだろ。そういう頭は回らなかったのか？だってビーミが絆創膏と言ったから絆創膏を見たんですよ。それで会うのがないなら仕方がないでしょう？で、その言い訳をビーミさんにも言ったの？あ、はい。言いました。そうしたらビーミ、もういい。って言ってプイッと A 子の方を向いてしまったんですよね。そりゃそうだろ。そのうち、どうも立てそうにないって A 子が言ってたようなんですよ。B 美はそれを心配して、それで私は、今できることはないなぁ、と思ってチーズグラタンを開けて食べ始めたんです。はい？おいっち、何やってるんだ？チーズグラタンを、その場で、食べ始めた、だと？いけませんか？何かみんな B 美と同じ反応なんですね。いやそれはまずいだろう。いくらなんでも、怪我した友人の前で。しかもその友人のために買ってくるはずだったものをやめて自分の欲望のためだけに買ったチーズグラタンを。だってせっかくお店の人が温めてくれたチーズグラタンがこのままではどんどん冷めてしまうなと思って、どっちにしてもその状態で私にできることはなかったんですよ。だったら美味しい状態のグラタンを放っておくのはもったいないじゃないですか。おい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 、怪我した友人の前だぞ。正気か？いっちあなた、A子さんのことは心配じゃなかったの？そりゃ心配でしたよ。傷はひどかったし、血も結構出てたし、打ったところは最初に見た時より赤黒くなっていたし。でも B 美があれだけやってくれてると、私にできることなんかないじゃないですか。だったら今私にできることは、せっかく温めてくれたチーズグラタンを無駄にしないことだと思ったんですよね。お前それ、さっきも言われてたけどな、B 美さんの金で買ったやつだろ？そうですね。だから余計に無駄にできないと思って。実際、温かいチーズグラタンはものすごく美味しかったですし、でも私が食べ出したのに気づいたビーミはいきなり私の頭をはたいたんですよ。ひどいじゃないですか。もう少しでチーズグラタンを落とすところでしたよ。いや、そのくらい怒っても当然だろ。何、怪我人の前でのんきに食ってるんだよ。じゃあ私に何ができたって言うんですか？応急手当てはビーミがしてくれたし、それ以上何ができるわけでもないし。だからその時も、ビーミにもそう言ったんですよ。ビーミが頼りになるからとりあえずチーズグラタンを食べてしまおうと思ったんだって。どういう責任転嫁だよ。実際、ビーミは私にそれ以上何かしろとかその場では言わなかったんですよ。だから今ここでチーズグラタン食べてるのが悪いなら何すればいいってわけ？って聞いたんですよ。そうしたら、あんたねえ、ちょっとは頭働かせなさいよ。なんでそこで傷の様子見てもう一度コンビニに行ってガーゼとか買いに行くとかそういうことを考えたりはしないわけ？で、いやそんなこと、言われなくちゃわからないでしょう？そこはエッチ、まずビーミの金を別のことに使ってしまったことに謝れよ。そうよね。まずそこからだと思うわ。だって仕方ないじゃないですか。
どうしても食べたかったんです。私、その自然な欲求に勝てなかったんですよ。自然な欲求？だからビーミさんも言ってるんだろ。もう食ってしまったのはともかく、足りない分を自分の金で買ってくるとかさ、いろいろ考えようはあるだろ。そんなこと、その場にいないからわからないんですよ。だいたいあなた方が私とビーミのことをどれだけ知ってるって言うんですか？この旅行だって京都と決めたら新幹線や宿の予約したのもビーミだし、具体的なコース巡りもビーミが用意して、私たちはそれについて行ったんです。つまりお前はすべてビーミさんにおんぶに抱っこだったと。そんなことないですよ。私だって言われたことはしてますから、そもそも京都って言い出したのは私ですよ。でも、いつも計画を立てるときには結局ビーミのプランが一番いいから私たちはそれに賛成してきたんですよ。もうそれこそ、学生の時からずっと。大体この時のビーミと来たら、私に対してこれ以上手を出すなってオーラが全身から溢れ出していましたし、怖い子で、なんだか打った膝がどんどん赤黒くなってくし、そうなると私にできることなんかないじゃないですか。だからって目の前でのんきに飯食われてたらそりゃ怒るわ。子のことを心配していないってことが丸わかりなんだよな。心配はしてましたよ、友達なんですから。ただできることがないからと頭を切り替えてただけなんですって。だから旗から見ると心配しているように見えないんだっての。ともかく、しばらくはビーミも様子を見ていたんです。ところが打って赤黒くなってきたところが熱を持ち出してきたと言って、ビーミは救急車を呼んだんですよ。そんな大げさな、と私は言ったんですが。動けないんだから当然だよ。と押し切られてしまって、観光地として有名な坂に担架が上がってきて、周囲はもう大変なことになりましたよ。ああ、とうとうそうなったか。旅先でそんなことになってかわいそうに。でも、転んだのは私のせいじゃないですよ。だからそういう問題じゃないって。じゃあどういう問題なんですか。さっきから皆さん、私のことばかり非難してますけど、ビーミだって、結局救急車呼んだんですよ。だったら最初から呼べばいいじゃないですか。転んだその時には、子さん自身もそうひどい傷と思えなかったんでしょ？それでしばらくして立ってみようとしたら無理だったとか。そうです。実際立てなくて、あと、傷口が空気に触れてヒリヒリしてたまらないとか確か子は言ってたかな？あのなエッチ、百歩どころか千歩譲って、お前がチーズグラタンと何かを買ったとする。だがその場合、お前が買ってくるべきだったのは傷薬じゃなくて絆創膏かガーゼだ。そうなんですか？擦り傷はな、傷口を洗ってその上に止血用の綺麗なガーゼか絆創膏を貼っておくのが大事なんだ。じゃないと傷口に空気や他のものが触れて痛むだろう。それに子さんの傷がどのくらいの深さと広さかわからないがな、止血の意味もあるんだ。そうなんですか。だったらビーミもどっちが大事とか言っておいてくれればよかったのに。ビーミさんの指示は的確よ。傷薬と絆創膏なんだから、イッチがチーズグラタンを買わなければ何の問題もなかったんじゃない。だから何度も言ってますが、私はあの時どうしてもチーズグラタンを食べたかったんですよ。欲望に負けたことがない人がこの世にいるんですか？そりゃ負けることはちょいちょいあるさ。けどさすがに友達が怪我してる前ではそんなこと、そもそも考えないだろ。そうそう。まず友達の怪我の心配でいっぱいいっぱいで、食欲どころじゃないわよ。それで救急車で運ばれた子さんは大丈夫だったのか？あ、結局足首は捻挫、あと膝のお皿にひびが入ってました。うわぁ。あ、なんか電話が入りました。ちょっと抜けますね。こうしてイッチは一旦席を外しました。そしてそれから2時間後。戻りました。おお、おかえりイッチ。なんか随分意気消沈してるじゃないか。しますよ。お、元気だ。意気消沈してますよ。私は傷ついてるんです。元気に傷ついてるなぁ。もしかして、今の電話で何かあったか？終わりです。ほうほう。ぜひ詳しく。電話は2件あったんですが、1件は子からでした。私とはもう絶交ですって。え？子さんなの？ビーミさんじゃなくって。ビーミは私と話したくもないから子が言うついでに伝えといてくれ、ということでした。つまり、イッチ、お前は子さんビーミさん両方から縁を切られたってことか。そりゃあびっくり。面白がってないで聞いてくださいよ。二人ともひどいんです。だからなんでそうなったのか、それこそイッチが話さないとわからないでしょ。そうですね。さっきも言いましたけど、電話は2件あって。一つはあの旅行のことで子が私に怒ってきたんです。ああそうそう、子さん、あの後どうなったの？病院で見てもらったんでしょうけど。
この怪我がなかなかひどいので、お家の方に連絡を取って迎えに来てもらうことにしたんですよ。熱が出たからその日一日は入院することになったし。骨折とか捻挫とかは結構熱も出るからな。甘く見ちゃいけないんだよな。で、その後のことで A 子は怒ってきたんですよ。自分にはできることがないから、とあっさり病院から近場の観光地に私が出かけてしまった。で、付き添わなかったの？だってできることないじゃないですか。だったらせっかくやってきた京都の観光を続けた方がいいと思って。あ、こいつさっきの怪我の時と同じだ。B2 さんはちなみにどうしたんだ？ああ、その時はこう言ってましたね。一歳なら一人で行けばいいよ。私が栄光を見てるから。と。だから B2 が見てれば安心だな。と近場の観光名所に直行したんですよ。で、夜になるまで満喫した私はそのまま宿の方に戻ったんですが、B2 が戻ってこないんですよ。一体どうしたことなのか、と電話すると、その晩は付き添いで泊まるから勝手にしてくれ、ということで、仕方なく私は3人分の部屋でポツンと眠る羽目になったんですよね。夕飯も込みの宿だったのに、中井さんから一人分の食事運ばれて、災難でしたねー、と言われましたけど、実際私にとっては災難でしたよ。うん、やっぱり引くわ。おいっち、そこはそばにいたいそぶりをしてやれよ。そんな、私、嘘はつけないですよ。嘘か、お前本当に心配してないんだな。心配はしてましたって、でも私にできることがないなら仕方ないじゃないですか。なんで誰もわかってくれないんですか？はあ、ママ友にしてもそうですよ。なんで私の言い分は全く聞かないでいいこのことばかり信用するんでしょうかね？お、ママ友？あ、さっきかかってきたもう一つの電話です。そのママ友っていうのが実は A 子のいとこで、もともと私が A 子の友達ってことが接点でママ友になったんですよね。A 子の友達なら大丈夫だと思ってたと。そうね。ママ友になるにしてもある程度誰かの知り合いとかわかっていると安心よね。けど今回の旅行の件で、そのママ友が電話で言ったんですよ。私のことを A 子が高校時代からの友人だと言っていたから信用していた。そんなある日 A 子が入院したって聞いて驚いて心配して連絡を取ってみたら私の今回の対応に驚いたんですって。それで気になったママ友は A 子に対してもう少し突っ込んで聞いたんだそうです。こんなことが昔なかったかどうか、とか。そうしたら A 子は、高校時代から私がいつもちょっと人としてどうかと思う対応を自分たちに取ってきたことにやっと気づけたんですって。B2 からなんとなく言われていたことをようやく実感できたって。あ、やっぱりそうだったのか。やっぱりって何ですか？ショックですよ。私にはさっぱりそんなこと記憶にないですし、ママ友はこうも言ってたんですよ。A 子に対して B2 は私との付き合いを結婚を気にやめにしようと誘っていた。だけど A 子は B2 ほど私の被害がなかったから返事が今一つだったし、結婚しても子供ができても強引に何かと誘ってくる私をうまく切るに切られなかった。なんか切るのにいいタイミングがないかと思っていたくらいだったって。まあ、そうだろうな。でもそれって、ひどくないですか？二人とも、言いたいことがあったならはっきり言えばいいじゃないですか。ずっと何も言わずに付き合ってやった、みたいの失礼にも程がありませんか？あのなぁ、そうやって逆ギレするやつに簡単に言えるわけないだろ。そうよねー。高校時代からずっと友達付き合いがあった相手って就職したりで会わなくなってきたと思ってもなかなか切れないものがあるのよね。そういうものか。俺なんかは割と趣味が合わないとさっくり切れるけど。趣味ともなら楽なんだよ。そうでないから面倒なんだろ。そうそう。まあ一致もこれから大変ね。A 子さん B 美さんから縁を切られるだけでなく、ママ友達にも噂が広がるんでしょ？は、そうですよ。A 子 B 美はともかく、幼稚園のママ友達とはこの先も学区が同じだから小学校中学校と長い付き合いになるかもしれないのに、私の悪い噂を流されたらたまったものじゃありませんよ。だったら A 子さん B 美さんと縁を切るにしてもきっちり謝罪してからにしたらどう？そうしたらまだママ友達にはなんとかなるんじゃない？そうかも、なんとかしなくちゃ。ところでさ、いっち。なんですか、これから忙しくなるというのに。いや、子供の話が出てきてからあれ？と思ってたんだけど。それがどうしました？俺、いっちのこと、てっきりこなしの主婦かとずっと思ってたんだよな。だから旅行が趣味で行きまくりでも違和感なかったんだけど。あ、そうか。いっちこの旅行で子供さんどうしたの？へえ、子供がいても旅行とか行きまくってたんだな。俺、
その方がびっくりだよ。あ、旦那に今回の旅行は実家に行くって言ってあったんだ。え、じゃ何？実家に子供を預けて一人で旅行に出かけてたの？うちの親は孫バカだから。やばい、どうしよう。なんだよ、随分弱気だな。旦那と約束してたんですよ。独身時代のように旅行しまくるのは子供ができるまで。で、うっわぁ。ああ、なるほど。ママ友に知られたら、旦那の耳に入るのも時間の問題だよね。おいおい、嘘はつけないんじゃなかったのか？やばい、どうしよう。このままじゃママ友だけじゃなく私、旦那の信頼もなくす。なんとかママ友に口止めしないと。お、一致消えたか。なんとかなると思うか？どう見ても信頼なくす方向に突き進んでるだけだと思うがな。無理でしょうね。多分なんとかしようとすればするほど破滅へ向かうだろうな。こうして自分の都合しか考えていない一致は今後の家庭にも不安を残して去っていきました。皆さんは今回の報告者についてどう思いますか？コメント欄にぜひお願いします。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは、このような気違いな報告者のスレを中心に紹介していますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。